皆さんこんにちは。今回は、買うか迷っている商品、持っている人感想教えて、パート2といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。2024年6月にまとめたトピのパート2となります。それでは早速ご覧ください。ラブクロムの櫛、1万円くらいするので買おうか悩んでいます。持っている人、感想教えてください。持ち運び用にゴールド買ったけど、値段分の価値があるかどうかは不明。ものすごい癖毛で高いヘアアイロンと併用してるから、サラサラになるけど全部ラブクロムのおかげってわけではないと思う。個人的には気に入ってる。コーム自体に全然傷がつかないよ。かなり雑に使ってるけど、全く傷がない。買ったばかりのツヤツヤツルツルピカピカのまま。それだけ素材が硬いってことかな。静電気全く起きません。サラサラに溶かせます。買ってよかったです。5000円台の使ってるけどよい。1万は買う勇気が出ない？ラブクロムと柘植の櫛で寝る前に溶かして寝てる。起きたらすぐ軽く溶かす。さらにラカスタのハードヘッドスパブラシで溶かしてる。めっちゃサラサラになるよ。こだわりすぎやけど。ドメストのアイスミント。使ってみた。汚れは落ちるけど、香りはアイスミントっぽさはそんなに感じなかった。普段ドメスト使ってないから通常の香り知らないのでよくわからないけどそんな感じだった。普通のドメストでいいかなと思ったよ。おそりのノンフライヤー。毎日、お弁当作りに大活躍です。冷凍しておいた魚やハンバーグを焼いたり、それらを同時にできるのが本当に助かってます。グリルチキンも皮パリッパリになるし、買ってきた惣菜もサクサクできたてみたいになります。だけど、とんかつとかコロッケなどの揚げ物をこれで作るとなると、という仕上がりになるかもしれません。ピカールのクロワッサン焼いてる。一人分焼くときはオーブンより便利。オムレツもできるよ。ケユカのティッシュケース。見た目可愛くて気になっています。これ使ってます。可愛い。スペース取らなくて気に入ってますよ。これ愛用してる。ちなみに IKEA で買ったデスクオーガナイザーにシンデレラフィットした。お、こんなの探してた。買う。ありがとう。これちゃんと最後まで使い切れますか？前使ってたティッシュケースが途中から出てこなくなったりしたので、そこが一番気になって。全然使える。最後の1枚まで綺麗に取れるよ。箱ティッシュ買わなくていいから節約にもなるしいいよ。150組がおすすめ。家のティッシュケース全部これ。うっかり大容量タイプのティッシュ買ってしまったら、全部入らないから分けて入れてる。ニトリの家電が安くて驚きました。が、安すぎて迷っております。10キロの洗濯機が64,990円なのですが、やはりちゃんとした電機メーカーの方が安心。でもお値段はそこそこするし、ニトリの家電使っている方、調子はいかがですか？お値段以上ではないよ。うちは3ヶ月から半年で電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫がお釈迦になったよ。家電メーカーには勝てないと思う。アイリスとかも。あと少し出せばジャパネットで国産メーカーの型落ちが買える。ジャパネットは何気にいいよね。ちゃんとしたメーカーのものを扱ってるし、最新家電にこだわってないなら型落ちで十分だし、保証もついてるし。秋の10月11月は来年の家電の出る直前なので、メーカーの家電値下げ時期で買い替えチャンスだよ。ニトリが不安なら、今の時期に家電量販店へ行くことをお勧めします。ニトリで大型家電はやめた方がいいと思う。うちではサーキュレーター2台使ってるけど、安価の割に全然問題なし。けど、本格的な大型家電はなんとなく不安ある。買おうとは思わないな。洗濯機って家電リサイクル量がかかると思うから、買い替え頻繁にしたら損だよ。大型家電って10年近く使う意気込みで買うもんだと思うけど、ニトリのやつは3、4年使えれば御の字ってところじゃない？学生の一人暮らしとか単身赴任とか、初期費用節約したい独身とかが買ってるイメージ。結婚して新生活に、ってなるとちょっと心もとないよね。学生の一人暮らしとか、数年だけ住んでその後実家帰るかも、結婚するかも、みたいな感じならいいと思うな。逆向け切り買おうと思うのですが、いいのありますか？グリーンベルの逆向け切りいいよ。日本製だし。ドラッグストアでもネットでも買えるし、使いやすくて便利なのでおすすめです。これ前の時でもおすすめされて買ったよ。細かいところが切りやすくて愛用してる。小さめだから長めだともっと手にフィットして使いやすいのになとは思う。へえ、こんなのあるんだ。爪周りボロボロだから買おうかな。私も会社に常備してる。逆向けって硬くて生活に不便。これ持ってるんだけど、右手で左手の逆向けをカットするにはいいんだけど、逆だとうまく使えない。皆さんはどんなですか？私だけ？だいぶ慣れてきて、買ったばかりの頃に比べればうまく使えるようになりました。私は逆向けを切るときは眉ハサミを使ってる。逆向けってピロピロが残ると、そこからまた向け始めるけど、眉ハサミは根元ギリギリで切れるから逆向けの進行をストップできる。レンチンで魚が焼ける調理器具。すごく気になっているんだけどどうですか？ちゃんと焼けます。4000円くらいの廉価版買ったけど普通にちゃんと焼けます。ハンバーグとかも焼けるしめちゃくちゃ使ってます。今年買ってよかった1位です。12000円だと迷うけど、4000円なら買おうかな。ありがとう。私も最初、1万超えで使えるかわからないのはやだなと思って、買うの待ってたんですが、このくらいの金額なら失敗しても諦められるなって思い切って買ったら、めちゃくちゃ便利でした。何よりコンロが一つ開くのと、油飛びもしないので最高でした。ぜひ。スチーマーあると違う？パナソニックの5万くらいするやつじゃなくて、ニトリとかの数千円のでも効果あるかな？持ってるけど使わなくなった。スチームタンクの水切りが面倒。放置するとかびる。精製水仕様だし。私のやつは安いせいか、霧じゃなくて顔面ビシャビシャになるから数回使って放置してる。他の方が書いてる通り、手入れが面倒。シートマスク毎晩の方が効果あった。3万くらいのやつ持ってるけど、ここ1年くらい使ってない。気持ちいいけど特別な効果はないと思う。癒し目的ならありだけど美容目的ならいらない。自己満だしすぐ飽きるから買わなくてもいいと思うんだけど、もしどうしても試したいならニトリのでいいと思う。それでもっといいやつをと思うならパナソニックとか買えばいい。私の3回で飽きたパナソニックのやつをあげたいよ。パナソニックの1万ちょいぐらいの方買ったけど、それで十分じゃよ。多機能って壊れるし不潔だし。ヤーマンのドライヤー。リファとパナと迷って1年、ヤーマンかな？と思い始めてる。3万くらいするから決断できずにいます。使っていたドライヤーが壊れ、急いで購入しなければと探していた時にこちらを発見、パナソニックのものと悩みましたが、こちらに決めました。今までのものより軽量でスリム、操作も簡単でした。すごい風量で、すぐに乾いてくれて、髪がツヤツヤになります。さすがヤーマンさんと思います。リファは畳めないから場所取るし重いから腕が疲れる。パナソニックのはリファより軽いし畳めるからそこまで場所取らないけどちょっと重い。ヤーマンのは使ったことないからわからない。ごめん。電気調理器が欲しい？ホットクックは高いから炊飯器みたいなやつを買いたい。炊飯器でも調理できるから、使い続けられるか試してみるとか。そうだね。そうしてみる。首こり肩こりがひどく、コリコランワイド、ルルドのあったかくなる系マッサージ機の購入を考えてます。どうでしょうか？低周波治療器からマッサージ機を買い漁った結果、マッサージ機は一時的な気休めにしかならない。フォームローラーでほぐしたりストレッチする方が効果があった。あとたまに整体とかのメンテナンスでリセットする。はほう。首とかもフォームローラー効くのですか？整体は1週間に1回は来てもらわんと。って毎回言われて嫌になっちゃったんですよね。1回5000円くらいしますし。腕や背中の筋肉ほぐしてストレッチすると首肩の緊張が取れて緩むよ。コツ掴むまで面倒かもだけど、やり方覚えたらテレビ見ながらでもできるし、ローラーの方が全身使えて出費も抑えられる。楽履きという姿勢矯正シューズ。履いて歩くだけで足痩せできるそうなのですが、使ったことのある方いらっしゃいませんか？常につま先立ちをしている感じになります。慣れるまではしんどかったです。なんかいつもと違う筋肉を使ってる気がします。最初3ヶ月は普通に履いてるだけだったので、効果は感じなかったけど、あからさまにかかと重心を意識して履いてみるとだんだん変わってきてると思います。2キロ痩せました。家の中で履くようで使っています。サブ冷凍庫。使っている方どうでしょうか？買い物の回数も減るし、安い時に買いだめもできる。冷凍庫に入らないからを理由に買うことを諦めなくて済む。マジでこれ。うちも先月買ったんだけど、本当に生活の質が上がった。肉も魚も冷凍食品も気にせずストックできて、疲れた時でも外食しなくて済んでる。保冷剤とか氷とか綺麗にしまっときたいものも引き出し別に分けられて、ギツギツの冷凍から引っ張り出さなくても良くなって、マジでお値段以上のメリットがある。何が入ってるかわからないストレスから解放されて、ストレスフリーになった。おすすめ。買って数年、物価上昇や子供の成長で食事量も増えてより便利さを感じるようになった。前は肉の日のまとめ買いとお弁当やご飯が作れない日用の冷凍食品ストックで活躍していたけど、旬のブリや酒一本買いしたり、冷凍フルーツまでストックできる余裕ができた。好きに食べていいものと計画的に使うものを分けることができるから、家族が相談なしに使って困るということもなくなったし、メインの冷蔵庫をすっきり使えて無駄がなくなったと思う。いいなぁ。置く場所があれば欲しい。シャークのコードレス掃除機。かなり吸うよね。めちゃくちゃ使い勝手良くて吸い込みもパワフルだし、ゴミ捨てが楽だしめちゃくちゃ軽いし、何より見た目が可愛いし、本当に買ってよかった。今までコード式にこだわってたのバカみたいだった。ちょっとしたところにハンディが便利という口コミを見て購入。ダイソンは重くてメンテが面倒なためシャークにしました。とにかく全てにおいて簡単操作で優れている。違うメーカーの安いコードレスの掃除機を購入しましたが、なかなかゴミが吸い切れずどうしようかと思っていたところ、楽天さんでこの掃除機を見つけ購入しました。やはり吸引力は抜群でかなり満足しています。想像より少々重いかなとは思いましたが、それほど辛くはないです。つむらの薬湯。やっぱりいいのかな？薬草の匂いが激しいけど、お風呂から出ても湯冷めしないしおすすめだよ。使ってる？はじめかなり観光的な匂いすると思ったけど嫌いじゃない？薬湯ってだけあってなかなかいい感じ。冬場はこれじゃないと無理。入浴剤の中では高い方だなぁと買うの渋ってたけど、一度使ってからハマって、特に冬はお世話になってる。へえ、いいこと聞いた。そう肌だから使ってみようかな。これは追い焚き OK かな？薬湯は中性で、バスタブや風呂釜を傷めにくいため使用が可能とのことですよ。私も本当におすすめする。値段見て高いなぁと思うけど、液体だからめっちゃコスパはいいよ。最初は匂いが独特だけどだんだん癖になる。冷え性の人に全力でおすすめする。私の中ではセロリの匂い。でも温まるから好き。インスタで大量に見るフィットソール。最初は違和感あるけど慣れたら平気。私は痩せなかったから、やっぱり食事制限と運動ありきだね。買う価値なし。こんなんで改善されてたら今頃全部のソールがそうなってる。早々に見切りつけてピラティス通ってる。オーダーメイドの数万円のインソール使っているのですが、足の形や歩き方や筋肉のつき方などを見て矯正ポイントを決めます。靴ごとに微調整が必要なこともあります。だから共通のインソールでみんな綺麗に痩せるなんてことないですよ。歩きやすくなる、疲れにくくなるとかは多少あるかもしれませんが、矯正力やそれによるダイエット効果はないと思います。ありがとうございます。コメントまでいい評価で買う気満々でしたが、ぽっちゃりのインフルエンサーが紹介してきたので、もしや怪しい？と疑っているところでした。姿勢良くなって痩せやすくなるかなと思っていましたがやめます。イボコロリ。使ったことないのですが効果ありますか？聞くよ。貼るタイプの方が扱いやすいけど、塗るタイプの方が確実に仕留められる。塗るタイプもあるんだ。知らなかった。ありがとう。聞くけど足の裏などの皮膚が厚い部分だけに使うものだよ。例えば首周りの細かいイボに使うものではない。足の指の裏というか横あたりにできちゃって。使ってみる。ドクターネイル。私はかなり効果ありました。爪が薄くて弱くてジェルできなくなったんだけど、ドクターネイルを定期的に塗ってたら、明らかに爪が強くなりました。水に弱いから寝る前に塗るのがおすすめ。うちのサロンでも取り扱ってるよ。ロフトとか入手しやすい中ではおすすめ。4本リピートしたけど私は効果実感できなかった。タンパク質多めの食事に変えてから爪が強くなったよ。効果がないとは言わないけれど、長期戦になるのかも。私は途中で挫折しました。深爪対策でなく単純に爪を丈夫にするだけなら、個人的にはビオチンのサプリを摂取した方が早かったです。あ、ちなみに飲んだサプリは DHC のビオチン持続型です。美顔器使ってる人いますか？振動とかって肌に悪くないのかな？摩擦が良くなさそうだけど、使ってる人はどんなタイプの美顔器使ってますか？パナソニックの導入系のを使ってたけど、聞いてたかわからない。でも気持ちは上がってスキンケアが楽しかった。EMS のカッサのも使ってたけど、おでこや目元やると一時的に目がはっきりする感じはあった。顎周りとかのたるみはあんまりだったな。津村の爆問同等。咳に効きますか？高校生の娘がコロナで咳が辛かった時、かなり効いてたよ。コロナの後遺症で服用した。一週間くらいは効いた。その後は耐性ができたのか効かなくなった。咳にもいろいろ、漢方もいろいろあるから、飲んでみて合わなければ他のを試すといいと聞いたよ。ま、共感咳等とか五個等とかもあるし。から咳には効くよ。痰が絡むようなのにはあんまり効かない。旦那が気管支炎持ちで、風邪ひくと咳が長引いてよくこれ飲んでる。漢方だから飲んですぐ効く感じではないみたい。ありがとうございます。試してみます。あまり症とか、緊張を和らげる市販薬効きますか？今度、発表することがあるので効くなら飲みたいです。効かない。なんなら病院で出してもらった薬も効かなかった。結局は心の持ちよう。とりあえずやりきるのを目標に、変に自分に期待しないで臨んだらなんとかなるようになったよ。漢方の半夏香木湯はどう？少し落ち着くよ。そういう時、私はよく換算飲んでます。自分の場合は頓服でも効きます。最近なかなか眠れないことが多く、クリニックに行くほどでもないかなと思い、ドリエルを購入するか迷っています。使ったことある方いらっしゃいますか？なかなか眠れない時に使っていましたが、ある程度の効果はありました。ただ、念のため次の日は朝余裕がある時に服用した方がいいと思います。ドリエルが出始めた時に買ったけど、効果がどれくらいのものかわからず、逆に寝過ごしたらどうしようと思うとなかなか飲めなかった。アラームでは起きられるけど、日中しばらくぼーっとしてしまうから、早めに寝るかお休みの日がいいと思います。旅先で使うよ。普段使わないし睡眠障害もないから効いてると思う。これは健康な人が使うものじゃないかな。米主さんみたいな人はおとなしく病院行くのが一番だと思う。ドリエルは強いよ。有効成分のジフェンヒドラミンは癖になると認知機能低下にもなります。ちゃんと病院から安全な薬もらってください。そうなんだ。私は全く効き目がなくて面食い行ったわ。初診で3ヶ月待ったけど。ドリエルが安全な薬じゃないのは同意。医師も勧めてない。そもそも医者でもらう導入剤の方が依存性も少なく、そして市販品よりも安いよ。症状の度合いをよく話してから医者から適正量を処方してもらう方が安全です。内科で処方してくれなくて、急いでたのでドリエル買ってしまいました。普通に病院行った方がいい。値段そこまで変わらないし。なんて言ったらもらえますか？眠れません。だけで内科とかでもらえるものなのか。私、かかりつけの内科で眠れないって相談して出してもらったことあるよ。一度相談してみてはいかがですか？ありがとうございます。内科かかりつけはないけど、なんかのタイミングで話せそうだったら行ってみます。ありがとう。睡眠の話の流れで、耳栓使っている人いますでしょうか？耳栓つけて寝てるけど、熟睡できてる感じがするよ。耳栓のおすすめとかありますか？どうしても痛くなっちゃう。うにゅうにゅするやつでもダメ？オレンジ色のスポンジみたいなやつよね。セリアのだけど私は気に入ってる。いろいろ試しすぎて迷子になって、今最終的にティッシュ丸めて詰めてるよ。当然使い捨てだし、思ってる以上に音を遮断してくれるよ。ティッシュならすぐ試せそうなのでやってみます。クリオネっていう耳栓が、痛くならないよ。ぴったりはまるし。ただ、動いた時にちょっと音漏れみたいなのしてくるのと、ずれたままつけてるとあんまり耳栓の効果が感じられない。他のも試したけど、全部耳が痛くなっちゃうからこれに落ち着いてるけど。ありがとうございます。このタイプは初めて見ました。調べてみます。芸能人がよく勧めてる酔い止めのアネロン。夫が使ってたけどめちゃくちゃ効くって言ってた。薬局に売ってけど、どうでしょうか？アネロン酔い止めとしては一番効くと思う。眠気も結構強めだから、寝ようと思えば寝れそう。膀胱炎むくみに人選さん。これは効きますでしょうか？泌尿器科行って抗生物質もらった方が早い。漢方だから無駄に高いくせに効きが悪い。病院に行けなくて仕方なく買うのにはいいかもだけど、病院開いてるなら絶対抗生物質で治した方が断然早いし安い。やっぱりここのところ膀胱炎頻発してて今月2回目なんです。病院行くのが面倒でお金もかかるし、市販薬と思いましたがやはり処方薬の方が間違いないですかね。いやいや、この市販薬も2000円弱するよね。だらだらすっきりしない時間も長いし、泌尿器科だと初診料含めて薬も含めて3000円以内だし2日目には治るよ。私も年に2回はなるから、なんか変って思ったらすぐに泌尿器科行くよ。その市販薬そんなにするの？じゃあ病院に行った方が間違いないね。おっしゃる通り、院外処方で薬もらっても大体診察代合わせて3000円くらいですから。無印の食品ってぶっちゃけどうですか？先日買った、ペペロンチーノの素を使ったパスタが思ってたよりも美味しかったですよ。塩キャラメルポップコーン。無地ブランドなのに無印には置いてなくてローソンでしか売ってないミラクル。イカスミのパスタソース、大好き。ブラウンマサラ。カレーの中で一番美味しいと思うし、添加物ほとんど使われてないよこれは。カレー屋のカレーに似てて本格的だと思った。ブラウンマサラだと思ってたらプラウンだったと最近気づいた。辛いのが苦手な人もこれなら大丈夫。クリーム大福。めちゃ大好き。神戸干しはなくなると必ず買いに行くよ。塩だけでつけてて小粒なので朝ごはんにちょっと食べるのにいい。サクフはチップスカレー味。今一番気に入っているのがこれ。封を切ると無印のカレーの匂いがする。ネバネバ野菜と海藻のスープ。好みが分かれるかもしれないけど、ネバネバスープが好きで食欲ない時に、ご飯代わりに飲んだりしてる。退職してしばらくは専業主婦用と話してた還暦の女性に、無印のレトルトカレーやパスタソースの詰め合わせを、お昼にでも召し上がってくださいね。って渡したらとても喜んでくれました。気遣い素晴らしい。ここ数日でそうで出ないから、薬に頼ろうかと思いつつどれがいいのかわからず、詳しい方を教えてください。初めての方なら植物性とか漢方系がいいかも。それか酸化マグネシウム。いきなりコーラックとか行くと聞きすぎて、下しちゃう人もいるから。ありがとうございます。酸化マグネシウムや植物性のや漢方系にしてみます。マジな話、一軸環境でサクッと出すのがおすすめ。薬だといつ来るかってなるけど、環境ならすぐ上がり。織広のこんにゃくゼリーを試してほしい。最低でも6個、小さいパック1袋分食べてみて、次の日かその次の日にじわじわと効果が出てくるよ。万南ライフのこんにゃく畑は全然効かなかったけどね。資生堂、メイキャップエッセンス、スキングローファンデーション。これ気になってるんだけど、カバー力はいまいちという口コミを見て躊躇してる。実際使ってる人いますか？私はカバー力に期待してないで使ってる。そばかすとか多めだけどそばかすは隠れないよ。でもつるりんと綺麗な肌に見えるような気がする。小鼻の赤みとかは気にならなくなる。去年の10月くらいに購入して、まだ少し残っててコスパいいなと思う。化粧面倒だなと思う時にもとりあえずこれ。肌には優しくてとにかく軽い。気合の入れた日とかは個人的には使わないけど、普段はめっちゃ使ってる。新しいファンで買ったのに、結局こればっかり使ってるよ。使ってる。自分にシミがないから、その辺のカバー力についてはわからないけど、ワンプッシュも出せば塗った感は意外と出ると思った。元の肌が綺麗なら半プッシュも出せば十分。少なめを薄く広げた方がツヤツヤプルンと見えるよ。ちなみに指でつけるよりも資生堂がおすすめしてるブラシか、クレドコーのクッションファンデ用のパフでつけるのがいいよ。下地は同じシリーズのものはちょっとテクスチャー固めだから、他のツヤ系の下地使った方がさらに綺麗に見えたよ。長々と失礼しました。使ってるよ。シミそばかすはうっすら見えるから、最後にちょい足しで上からポンポン重ね付けしたら大丈夫。美容液成分のおかげか肌がめっちゃ綺麗に見えるよ。ショーツナプキン。成人式の前日に生理来ちゃって、2日目が一番多いから不安で使ったよ。安心感があったし振袖も汚れずに済んだ。ちなみに寝る時も使ってみたけど、なぜか横漏れしてしまった。何回か試したけどやっぱり睡眠中はダメで、諦めてナプキンプラスタンポンにしてる。これがない生活は考えられん。シーツがちで汚れるのに悩んでたけど、これのおかげでほぼ解放された。ロリエノ使ってる。ロリエノは見た目は完全におむつだけど、何があっても絶対漏れない安心感ある。これと合わせてソフィのシンクロフィットもデビューした。日中であまりナプキンを頻繁に変えられない時に便利。多い日の日中の漏れが気になるんだけど、ほぼこれが吸い取ってくれてナプキンに溢れることはなかった。ライブとか移動とかが多い時におすすめです。先月からデビューしたけど、快適すぎて今月も購入。今月は多い日と旅行が被ってしまったので昼間も使ったけど、これまた快適。まさに今履いてる。最初は夜だけだったけど、履き心地の良さと安心感から、今では昼間も愛用中。サイズは大きめの方が私は好み。生理2日目と夜には欠かせない愛用品。夜用ナプキンは買わなくなった。以下私のレビュー。ロリエ、一番厚みがあって、お腹まですっぽりガードするからとにかく漏れにくい。厚みがある分見た目と履いた時のおむつ感もあるのと、そんなに不快感はないけど、ほんの少し蒸れる時がある。エリス、履いた時の柔らかさと履き心地がいい。生地が柔らかく伸びもいいので、履いた時の不快感を減らしたい人やロリエの厚さが苦手な人におすすめ。色も黒なので見た目のおむつ感は軽減する。他のメーカーは5枚入りなのに対して、これは4枚入りだから若干高い。ソフィ、私的にはリピートなし。薄い、ゴワゴワ噛み感が強いから履くと痛い。また上浅めで漏れたことないけど、心理的に不安になる商品。白以外にも星柄のデザイン、夏仕様素材があるけど単純にダサかった。一番気になってた商品なので詳しいレビューありがたいです。色か、柔軟剤。ネイキッドリリーだったかな。結構いい匂いで良かったですよ。半分まで使い切ったのですが、めちゃくちゃいい香り。清潔感あふれる香りで万人受けしやすい香りだと思います。セントジョンズワート。味は好きじゃないけど聞く。ちゃんとしたの買えばいいのでは。おまじないみたいなもん。聞かないよ。以上となります。商品についてのプラスアルファの情報や、皆さんが気になっている商品がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。